信ぶ事業共同組合は、東京23区、武蔵野市、三鷹市を営業区域とするタクシー事業者の共同組合である。1964年に組織化。中央無線の名称は1974年から使用を開始した。組合本部は、江東区大島に所在。かつては荒川区南千住に所在したが、2012年10月に現在地に移転した。 中小23社1650台が加盟する。東京都内のタクシー共同組合としては、東京無線共同組合、チェッカーキャブ無線に次ぐ、第3位の規模である。2011年6月に、ヤマト自動車交通と提携。車両使用、乗車券、無線配車なども含めて同社に、グループ化された。公式ウェブサイトは、以降もヤマト自動車交通グループのサイトとして、機能する。 中央無線塗装、京北自動車交通所属車周色を基調とし、側面には青色の帯を巻く。アンドンは黄色で横長のタイプを装着し、共通の仕様とした。ただし、1980年以前には、周色一式でボンネット部のみ白の配色、アンドンも白地に加盟会社の社名と社章が紺色で記載された。ブルーラインタクシーの愛称を持つ深夜。 営業専用車もあり、白地に水色と青の帯が入る専用のカラーリングで識別された。またワゴンタクシーについては共通の仕様はなく、黒塗りのハイグレード車やベーシックグレード車も導入された。無線配車は2010年までに3期に分けて富士通ゼネラル製デジタル無線配車システムを当時の加盟全車2500台に搭載する予定であったが、 2011年時点でも非無線車が多く残存する状態であった。本システムは基地局から順番に各車両を呼び出すポーリング方式及び各車両が発信する任意発行方式を併用した独自の方式である。大口契約先は大日本印刷、富士テレビジョンがあり、校舎については船の科学館付近へ常に車両を待機させ即時。 廃車可能な容を配慮されていた。ヤマト自動車、交通提携ごと総産ベスト等新所属者2011年12月から、順次車両塗色、区、アンドン等を、ヤマト仕様へ変更し、2013年3月には、全車両が無線車となった。ふとじは、ヤマト直系グループ、それ以外は、ヤマトの提携会社。ありがとうございます。